ロベール・ファルコは、フランスの弁護士、裁判官。ニュルンベルク裁判で、フランス副判事を務め、後に派遣員に所属した。ファルコは1882年2月26日、パリのユダヤ人家庭に生まれた。彼の祖,祖父は1831年に、フランス国王、ルイ・フィリップより叙勲されている。また、母方の祖父は、 ベルギー国王レオポルド2世のもとで建築家として働き、彼の父親は、不屈戦争に従軍、レジオンドヌールへの加入を果たした。その後パリの正事裁判所長官を拝命するなど、彼の家族には大きな功績を挙げたものが多い。法学を習得した後、1903年から法廷弁護士として働き始めた。1907年、 劇場観客の職務と権利という研究で博士号を取得。その後大法官不裁判所の裁判官となったが、1919年まで引き続き弁護も行っていた。後にファルコはパリ上訴裁判所で勤務するが、1944年にユダヤ人の生まれであることを理由に解任されている。1945年6月に開かれたロンドン会議に、 国際法学者であるアンドレグロスと共に出席し、国際軍事裁判所検証への調印を行った。この検証に基づくニュルンベルク裁判では、アンリ・ドヌビュード・バーブルと共に、フランス裁判官として参加し、副判事を務めた。1946年、グレイ法創員によって名誉ある弁護士に選出された。また、レジオンド・ヌール・コマンドゥールへの加入を果たしている。1960年、 パリで死亡。ウェブサイトオブザフレンチナショナルライブラリー。ありがとうございます。